はい、今日はまたまた新宿サブナードの駐車場に来てます。この子レクサス UX を今日はカーシェアリングします。なんか最近大きい車ばっかり乗ってたから、これぐらいがすごい安心するね。ってことでいつものこれね、利用開始。サンキュー。こうやって使えちゃいます。よし、じゃあエンジン始動します。レクサスだよ。今日は6月9日水曜日です。日にちまでね、ちゃんと教えてくれるんだね。よし、目的地をセット。よし、出発します。なんかね、駐車場がすごい工事中で結構出るのが大変。運転しやすいね、このクラスの。ということで、いつも通り駐車場の出口の料金所はスルーで地上に向かいます。さあ、どっちだ、こっちかな、こっちだな。いてぃ、左方向です。ああ、ごめん、左なの。ということでね、一応これは何公園だ？釣り堀公園？違うな。和田堀公園だ。和田堀公園の駐車場に来ました。レクサス UX ね、本当にサイズ感もすごいちょうどよくて、めちゃめちゃ運転しやすい車でした。レクサス UX。なんかやっぱいろんな高級車とか乗ってきたけど、すごいなんかちょうどいいというか、安心感があるというか。他の高級車は高級なことにちょっと意気込んでしまうみたいなとこがあるけど、このレクサス UX はめちゃめちゃなんか全てがちょうどいいけど、でもラグジュアリーって感じの、安心して乗れる車だと思う。じゃーん、内装はこんな感じです。意外と広くない？でね、一瞬ねびっくりした、このなんか毛深い人みたいな、この素材、座り心地がめっちゃいいの。手触りとかがめちゃめちゃいいから、まあ毛深くてもいいかなって感じで。これでね、もう結構何でも操作できるんだけど、ここね、これの反応が良すぎて行き過ぎちゃうんだよね。自販機のタッチパネルとか、なんかまあいろんなタッチパネルで反応しないみたいなのの方が多いから、まあ、この反応しすぎるっていうのは悪くはないよね。で、もうとりあえずね、中がねかっこいい、テンションが上がるよね。この操縦席感、こんななんかもう飛行機とか発進できそうなデザインになるとはね思わなかったよね。もうここでだっていろんなラジオのチャンネルを選べたりとかさ、結構ね何でもできる。偉そうに座ったまま、偉そうに座るとか、いやでもほんとそんな感じでね。あとここでね、モード切り替えとかもできるの。モード切り替えちょっとここ手遠いよね。
でもまあかっこいいからいっかって感じで、メーターが意外とシンプル、飛行機とかが発進できそうなシステムを揃えておいて、このシンプルで見やすいメーター、最近のメーターって結構もう情報がたくさんありすぎて便利なんだけど、ごちゃごちゃしてなんかどうやって見ればいいかがわからないのが結構多いと思うけど、これは必要最低限だけしか表示されないって感じで、こっちの方が私はメーターは好きかな。で、その操作性は私みたいな中二病がキャーってなるようなロボット感。これもうね、中二病の求めるものが全て揃ってる車って感じかな。ここにはね、電源も隠れてます。いろんなね、ところにこうやってね、便利な、やっぱ現代人にはさ、スマホの充電重要じゃんみたいなのが隠れてる、隠されてるのも嬉しいよね。なんか丸見えじゃなくて、安全装備系はだいたいステアリングにあったりとか、オートライトとか、欲しいものは全部あるけどでもシンプルみたいなのがすごい、これはちょうどいいと思う。機能が充実しててっていう意味ですごいいいのに、この座席の調整が手動式なの、これもね私結構ねいいと思うポイントで、電動式って楽だけどちょっと時間かかんない？私みたいなせっかちだとパッと調整できるのも結構ね私は気に入った。後部座席はね、まあコンパクト SUV 的な感じでめっちゃ広いとは言えないけど、不快感は全然ないよね。広々してるしね。で、じゃん、この真ん中の3人乗りを2人乗りにすれば、なんとなんとアームレストのところにドリンクホルダーも出てくるから、私コンビニのあのカップコーヒー、ドリップのカップコーヒーが大好きだから、これがねあるかないかでね車の便利さは全然違うの。やっぱ最近のいい車にはだいたいついてる後部座席の充電と、充電の口がタイプ C っていうのがちょっと今どきすぎて、いや普通の USB でよくないって思ったりもするけど、ついてないよりめっちゃいいよね。そして後ろもちゃんとこれ、エアコンの吹き出し口がついてるのもいいよね。暑いとか寒いとか前の人に言わずに済むっていう。で、ラゲッジ、これもね結構いっぱい詰めるだけじゃなくて、なんとえい、後ろから横着しちゃダメかも。えい、ほらこうやったらめちゃめちゃ広くなるから、2人乗りにしちゃえば大きい荷物も積めるし、フルフラットにはならないけど段差もこれぐらいだから頑張れば寝れるんじゃないか。ということで寝転んでみましたよ。足はまあちょっとはみ出るけど、私身長165センチぐらいあるけど、寝転べなくもない。私とか結構疲れたら車のサービスエリアで寝てたりするから、結構いいんじゃないかな。疲れた、今日もう暑くて無理だ。はい、ということでね、もうそろそろ帰ろうかな。今日ねめっちゃ暑い、2時間ちょっと車の中にいたり外にいたりってしただけでちょっと熱中症気味。あ、本当だ、目的地だ、びっくり。新宿サブナードに帰ってこれました。え、新宿サブナードって何？よし、なんとか到着。
じゃあいつも通り鍵をダッシュボードに。どうこれ刺さらない、もうどうして。ご利用ありがとうございました。 ETC カードや忘れ物の名誉をご注意ください。あれ利用終了操作を行い、スタンドサインを閉まらないよ。